はい、皆さんこんばんは、ジュンです。本日も21時になりました。グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日はですね、ビート買いました。シルビアも買いました。はい、ビートですね、こちらの車いじっていきたいと思います。ワイドボディ、やりません。そしてフロントスポイラーですね、 A と B、 A ですね、15万円。サイドステップ、リアの羽、ロールゲージを入れまして、ほぼ完成ですね。さあ、色どうするかな。お、いろんな色ありますね。どれでも似合いそうな気がします。白もいいし、青もいいし、紺もいいし、派手なのもいいな。はい、ということで今回はキャンディーレッドにしました。かっこいい。そしてホイールもテカテカにしました。ロールゲージもあえて赤にしました。いいですね、かっこいい。それではいつものようにまずは車庫端にします。ペッタンペッタン、スタビをちょっといじってパーツを買っていきたいと思います。まずはスポーツマフラー14万円、エアクリレーシング。スポーツマフラーの見た目はこんな感じですね。結構かっこいいですよね、太鼓が光ってて。自分はこれが一番かっこいいと思いますね。それでは音聞いていきましょう。いい吹き上がりですね、さすがビート。遅いいじんないと遅いな。でもやっぱりいいな。カプチーノとビートだったらビートの方が好きなんですよね。やっぱ NA がいいですし、ミッドシップ最高ですよね。コーナリングがいいですよね。はい、以上スポーツマフラーでした。続きましてセミレーシングマフラー行ってみたいと思います。52万5000円、レーシングのヤクルにセミレーシングマフラーにしました。見た目はこんな感じ、チタンですね。出口が焼けています。まあ、これも結構かっこいいかな。なかなかかっこいいチタンのマフラーです。お、音もちょっと変わりましたね。遅っ。これチューニングしたら楽しそうだな。
からなんですけど、ブレーキ踏んでるんですけど止まんないんですけど、見てください、ずっとブレーキ踏んでるんですよ、これフルブレーキですよ。なんで壊れちゃった？さっきから全然止まんないんですよね。なんかブレーキローターに油塗ってるような感じでスーッと止まんないんですよ。壊れちゃったかな。はい、レーシングマフラー70万円高いですね。エアクリレーシング、マフラーレーシング、エキマニレーシング、見た目はこんな感じ。お、ちょっとチタンみたいに焼けてますね。ただ耐候はないタイプですね。これあんまり好きじゃないんですけどね。見た目はこんな感じ。吹けはいいでしょうね。うわすごい、レーシー、これでエンジン実は最高ですね。遅っ。やっぱ止まんないなぁ。何なんだろう。ブレーキ入れてるんだけどなぁ。はい、それでは改造していきたいと思います。まずはタイヤ、クラッチ。フルカスタムコンピューター、LSD。さあ、こんな感じでいきますよ。今回はですね、レースしてみました。他の車と比べるとちっちゃいですよね、ビート。豆みたい。とりあえず敵車にぶつからないように、スイスイ抜いていきます。いや、早いなぁ。早いし、楽しい。もうカプチーノより僕は断然ビートの方が好きなんですよね。やっぱミッドシップっていうのと、あと NA エンジン。ターボよりも NA の方が好きなんで、気持ちいいですね、この加速。もう余裕で1位になっちゃいましたね。楽しんでちょっとね、リア流したりして遊んでます。本日はビートで楽しんでみました。明日の夜21時にお会いしましょう。